会員ごとに、ID、ユニークユーザーの会員 ID みたいなのがあるのが、これがコードと呼ばれているものかなと思うんですけども、そのコードの値をデータレイヤーにプッシュしていただいて、それをユーザー ID、そのあたりユーザー ID として計測してあげれば、その会員ごとのデータは見れるかなと思います。で、A の属性に関しては、職業の4種類等に関しては、同じログユーザー ID として識別するのではなくて、例えば、ジョブタイプみたいなパラメータで計測して、で、それの奇数の内容をその4種類のどれかにし、その4種類を、例えば、ユーザーごとにずっと普遍のデータなのであれば、ユーザープロパティとして設定してくれてもいいかと思いますし、ユーザーごとに途中で変わる可能性があるのであれば、カスタムディメンションで、ヒットスコープのものとして設定してあげるのがいいのかなと思います。点気をつけなければいけないのは、コード、送る ID の値なんですけども、そこに個人情報が入ってしまうと、利用規約違反になっちゃうので、ここだけ気をつけていただければな。メールアドレスとかも、NG なので、気をつけていただければなと思います。データレイヤーで適切にユーザープロパティなり、カスタムディメンションなり、パラメータなりとして設定すれば全部可能ということですね。可能です。はい。